イサーク・ティーチングは、オランダの外科医、学者、在日オランダ召喚長、中心オランダ大使、アムステルダム出身。ティーチングは、東アジアで長く経験を積み、オランダ東インド会社の最高移植を歴任した。江戸時代中期の1779年から1784年の間3度にわたり、オランダ召喚長として日本に滞在し、1785年には、 ベンガルのチンスラでオランダ東インド会社総督に就任した。清との貿易に関心を寄せたティーチングは1795年実質的なオランダ大使として権竜帝の治世60年記念式典に列席した。ロンドンニュースで紹介されたデジマのイラストティーチングは日本のオランダ商館長として1779年から1780年。 1781年から1783年、そして1784年に派遣された。任期中、日本のオランダ東インド外社省官長の重要性は、幕府が推し進める鎖国政策により高まった。16世紀のヨーロッパ人による不況に対し幕府は、日本への出入国に死刑を課し、日本人、外国人を問わず出入国ができなくなった。 鎖国下の日本での唯一の例外が長崎にある出島のオランダ商館であった。オランダ商館はこの統制下にあって日本がヨーロッパと唯一交易や科学知識を交換するパイプ役を担った。一方、日本の機密を11代将軍徳川家成の学府であった島津重秀を通して収集していたことが フランスの博物学者で旅行家のシャルパンティエ・ドコシニーラによるベンガル航海記に記載されオランダ東インド会社が解散した1799年にパリで出版されたそこには将軍の義父がティチングと死従文通を行いティチングの目的に必要なあらゆる知識と情報を好意的に与え日本に関する彼のコレクションを増加させているとある オランダ省喚長は一年に一度の江戸散布を命じられ、江戸にいる間は日本の大名と名目上は同じ立場であった。ティチングは二度の江戸散布を行い、十大将軍、徳川家治と謁見した。また江戸では蘭学者とも積極的に交流した。ティチングは日本の社会、文化、風俗に深い関心を寄せ、蘭学者らと頻繁に文通を行うとともに、 後に、日本に関する著作を残した。特にこの頃の田沼時代の政治、社会情勢や、大岡忠光などの人物像を書き記したことは、特筆に値する。1785年、ティチングは、ベンガルのチンスラで、東インド会社長官のポストを約束された。チンスラは、カルカッタからフーグリー川を遡った場所に位置し、その周辺はジャングルに覆われている。 彼はそこでヨーロッパ社会の理智的な生活を満喫したらしい。ティーチングはベンガルの裁判官で言語学者のウィリアム・ジョーンズからチンスラのマンダリンと評された。ティーチングはバタビアに戻ると新たに会計職を請け負いその後は会事委員会に加わった。唯一知られているティーチングの当時の肖像はファンブラームの本に書かれた。 建立定休殿内のティーチング施設団。ティーチングは座して帽子をかぶっている。1794年とはオランダ共和国がフランス革命軍によって占領された年である。翌1795年1月オランダ共和国は滅亡してフランスの衛星国バタビア共和国が建国を宣言した。オランダ人にとって危機的な時期ティーチングは 県立帝の知性60年記念式典のため北京の宮殿に赴くオランダ大使に任命された。新国でのティーチングの実質的な役割は外交大使であり、同時にオランダ東インド会社代表でもあった。ティーチングは関東から北京に至る厳しい冬の旅を観光し、ヨーロッパ人がそれまで許されなかった内陸部の各地を目の当たりにすることができた。 ティチング一行は、新年の式典に間に合うように北京に到着した。前年に失敗に終わったジョージ・マカートニー伯爵を大使とするイギリス大使館とは異なり、ティチングは、あらゆる努力を惜しまず、皇帝への三気級高等の例など複雑な宮殿作法に従った。ティチングら一行は稀に見る敬意を払われし近所に入場を許され、その後延命園に入った。艦隊は、 建立帝の宮殿で行われ、これは、前年に、マカートニーらイギリス使節団が拒絶されたこととは、対照的であった。ティーチング代表団らの一員には、オランダ系アメリカ人、アンドレアス・エベラルドゥス・ファン・ブラーム・ホック・ヘースとフランス大使クレティアン・ルイ・ジョゼフ・ド・ギーニュがおり、デ・ギーニュが記した、宮殿内での大使館員らの模様は、ヨーロッパとアメリカで出版された。 ティーチング施設団の後、次世紀のアヘン戦争終結まで、ヨーロッパ諸国からの施設団が、新国の宮殿に入ることはなかった。ペール・ラシェーズにある、ティーチングの墓を訪れた、メアリー・キャンパー・ティーチングさんと孫のメリア・ドルリナーさん、ティーチングは西洋に和産、産学を、初めて紹介し、多くの事柄に関する、先駆者となって、ヨーロッパに戻った。 1812年2月2日死去。ティチングの墓は、パリ最大の墓地ペール・ラシェーズに建てられた。ティチングの墓碑には、イサーク・ティチングここに眠る。オランダ東インド外社相談役。日本や中国への施設。1812年2月2日死去。68歳とある。ティチングの著書の多くは、死後に出版された。結婚式の彼の描写。 島津重秀1980年、吉則聖書、吉川博文館発行。ありがとうございます。